皆さんこんにちは、衆議院議員の松原仁です。今日は前の農林水産大臣をしていた山田雅彦衆議院議員、前衆議院議員がお越しいただきました。今は日本のですね、その政府がやってることがどうもですね、日本のさまざまな財産富をですね、海外に安く売り渡すというふうなことをしているように思われてなりません。今国会で議論になりました種苗法、出種法も大きな問題なんですが、種苗法について、今日はこういう機会ですから簡単にですね、その問題点を皆様に分かりやすく山田元農林水産大臣から語っていただきたいと思います。こんにちは。こんにちは。種苗法の問題はですね、随分と議論になって、種子法の問題も山田先生随分それ議論していて、私も問題だと思っていたんですが、種苗法の問題点を簡単にかいつまんでおっしゃっていただけますか。はい、種苗法っていうのは、はい、育種権利者、はい、種子を開発した人の権利を守るための法律なんです。本来ですね、はいはい、でどちらかというとその育種権をこれまで公共の国の農研機構とか、はい、であるいは各都道府県が、はい、北海道だったらイベプリカっていう、はい、国民と県民道民の税金で開発したんですね、はいはい、だから農家に安くというか最初苗だけ買ってもらって本当に限界に近い形で、はいはい、でそれを農家が自由に増殖、苗を増やしていったんですね、うん、でイチゴとかサトウキビとか、はい、さつまいもとか、はい、みんなそうなんです、うんうん、でそれをこれからはね、うん、自由にそのやっちゃいけないと、うん、許諾もしくは苗を一つずつ一本ずつ買えと、うん、でそれがね、はい、大変なことなんですが、うん、その前に、うん、種子法廃止と同時に、うん、農業競争力強化支援法という法律を通したんです、うん、その8条4項に、はい、農研機構とか、うん、各都道府県の有料な育地権を民間に提供するという法律をしたんです、うん、これ具体的にどういうことですか。もうちょっと詳しく教えていただくと、シャインマスカットとか、うん、農研機構の品種です、うんうん、育種権です、うん、それを民間企業に、うん、提供しなさいと。なるほどね。でこれは大変なことなんですが、うんうん、でこの民間企業の中に海外の事業者も含まれるのかと、うん、そこですね、国会で聞いてもらったんです、うん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 、だから当然だと。だから中国が、うん、シャインマスカットをね、はいはい、どんどん作ってるとかって話が出てきますよ。そうだからそれを避けるために、流出を防ぐために種苗法を今度改定して、うん、で許諾とか新しい種苗をみんな育種権利のものを買わなきゃいけないっていうふうになるんですが、うんうん、その前2年前に、うん、今言ったようにそういった有料の育種地権を提供しなさいと、うんうん、時間通知まで出したんです、うんうん、各都道府県は、うん、その民間事業者に有料な育種地権、米麦大豆とか、うんうん、そういったものを提供する役割を担うっていうね、うんうんうん、でそれが始まる前に種苗法を改定して、うん、そして今まで農研機構とか、うん、があったものを企業に持っていったら、うん、企業って外国の企業も含まれますからね、うんうん、大変なことになるんです、うん、はい、ところが政府はシャインマスカットとかそういうものの流出を防ぐためだと言ってるんですが、うん、今の種苗法の中で、うん、最終消費の目的を持って輸出する場合は禁止されてるんです、うんうん、今全く変える必要ないんですよ、うんうん、むしろ今の種苗法は、うん、まさにこの育種権での権利も、うん、そして農家の権利、もともとですね、うん、日本も2013年に批准したんですけども、うん、種は農民の権利であると、うん、で自由に自家採集して増殖してどのように使ってもいいと、うん、でこれを国は保護しなきゃいけないと、うん、で種をもし権利について制限するときには、うん、その農民の意思を聞かなきゃいけない、うんうん、農民の権利だとしてるんです。従来はそうしてたんですね、という条約を日本批准したんです、うん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 、でそれにも反してくるんですよ、うん、なるほどね。でだから
本当は今の種苗法は育種原理者のバランスも取ってるから一番いいと思うんですが、これも全て海外からのアメリカとかそういった多国籍企業からの圧力なんです。種苗法廃止されましたね。多国籍企業がやっぱり金儲けのためにその種苗法を廃止して持ってきたと、こういうことですね。そうです。で、まあ、種苗法廃止されても各都道府県で18の道県で種苗条例ができましたので、だから従来通りで、このままでいくと知事が25の道県で作ると表明したんで、まあ、国は種苗法をまあ骨抜きにしたけども、都道府県が守ろうという、守ろうとして、まあ、地方分権の中で守ろうとして立ち上がったということですね。まあ、それは大変にいいことですよね。はい、でこの種苗法に関してもそういった意味ではまあ、ちょっと現実には国際化の中でですね、はい、日本の持つその遺産というものが失われかねないという危惧を山田先生が抱いているということですね。はい、新しい、はい、これは本命であって、もともと米麦大豆で全ての種子を多国籍企業を作ったものにして、まず野菜を F1 の種子にしてしまいましたが、毎年買わなきゃいけないんです。毎年。これモンサントなんかもともと絡んでいたんですか？そうです。でも今モンサントも随分元気なくなったと聞いてるんですが、どうなんですか？そうですね、モンサントもラウンドアップで今5万件訴訟を起こされてますよね。だから今モンサントも大変ですが、日本では未だにラウンドアップを環境に優しい農薬だってテレビでもコマーシャルしてる。それは何、モンサントが売ってるんですか？日本の場合のラウンドアップは日産化学が売ってる。それは外国資本入ってるんですか？いわゆるラウンドアップの販売権を日産化学は買ったっていうことじゃないかと思うんですが、ね、あ、モンサントからね。なるほど。でいわゆるモンサントを買収したバイオはラウンドアップについて各国が今禁止してるから、個人ユーザーには販売しないってこの前言ったばっかりなんです。日本は野放しなんですよ。なるほどね。まだラウンドアップを使ってるわけですね。これは健康上ものすごいよろしくないっていうのはもうみんな定説になってますよね。はい、なるほどね。各国やめてますからね。これやっぱりそういった意味では我々は食の安全というのはこれは基本ですから、はい、食の安全を守るということと日本におけるその、まあ、無形財産、無形っていうのかな、種子を含めて有形財産っていうかな、これは牛なんかもそうなんですけどね、和牛というものも含めてこういったものをやっぱりもっと本当は価値があるものだっていうのを認識して守るという意識がね、国家にとっても必要だと思うんですよね。ですからまあ今日は山田先生お越しいただいて種苗法のことをちょっと語っていただきましたが、これは次の国会に持ち出されたわけですよね。はい、そうです。先生よろしく頼みます。まあ一つもっと私もいろいろとですねラウンドアップのことも含め、状況をですね把握させてもらって、はい、同志として頑張っていきたいと思います。はい、どうも今日はありがとうございます。ありがとうございます。